7月5日、川崎市高津区にある下作野部小学校で、富士通フロンティアーズの選手による触れ合いスポーツ教室が開かれました。川崎市を拠点に活動するアメリカフットボールチーム富士通フロンティアーズの現役選手が小学校の体育の授業にコーチとして参加する教室です。スポーツの楽しさと地元のチームを応援する気持ちを育むホームタウンスポーツの推進を目的に行われました。コーチを含む8人が学校を訪れ、6年生3クラスの児童にボールのキャッチングやタックルなどを指導しました。またオンラインで朝の会に参加したり、サインに応じたりと、子どもたちとさまざまな形で触れ合う姿が見られました。迫力感があってすごかったです。タックル、コツとかいっぱい教えてもらったからうまくできました。走りながらボールをキャッチすることがとても難しかったです。6年生全員で応援していきたいなと思ってます。川崎でよく試合をやっているので、ぜひ観戦しに来てもらって、みんなにパワーを与えられるように、元気を与えられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。